はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回も、呪術廻戦ファントムパレードやっていくんですけど、今回ですね、まあこのファントムパレードが、まあ、リリースされて現在2日経ったと思うんですけど、その初日にまあ最強リセマラランキングみたいな感じの動画を出したんですよ。で、あれから、まあ、かなり、もう、環境というかね、まあ、あの時ってリリース前だったっていうのもあって、まあ、結構予想でしかなかったんですけど、現在、まあ、ストーリーとかで、どんどん進めていって、最新の、まあ、リセマラランキングというものが、まあ、更新されましたので、今回、ちょっとそちらを紹介していこうかなと思います。結構、まあ、予想、そうだね、ちょいちょい変わってたりはしますね。はい。で、個人的にこのサイトの方で A ランクなんだけど、僕的には S なキャラもいるので、そちらもちょっと話していきたいなと思います。はい。だから正直言うとね、結構 SSR はほぼなんかランク S な気はするんだけど、まあとりあえずこちらですね、一応サイトをちょっと今使わせていただいてるんですけど、まあこちらになっております。で、ちょっと今から紹介していきます、一体一体。はい。五条先生ですね、もちろん、SS はもうこれはもう間違いない、もうこれはねもう揺るぎないと思います。もう SS、 うん、ちょっと一人突き抜けてるので、効果力無敵の最強アタッカーということでね。で、スキル3の火ダメ強化が強力ということで、これはもうちょっとストーリーでどんどん使っていきます。はい。俺コメントであったんですよ、今ね実はだいぶストーリー裏で進んでおりまして、ちょっとあえて見せないようにしますね。はい、見せないようにするんですけど、かなりでも見えてるわクエストで見えてるわまあよかったらね、今日とか動画出しますので、よかったらストーリー一気に進んでいく動画出しますので、よかったら見てください。はい。で、まあ、スキル3のまあ火ダメ、余ダメ効果が強力だし、まあ7ターンで帰っちゃうのがあれなんだけどね、まあでも強いよ。で、あと風属性ってのが個人的にまあ強いなと。まあ人とかさ、ジョーゴとか結構弱点ではあるから、まあ、そこら辺がまあ五条先生強いんじゃないかな。まあ、これはもう言うまでもないでしょ。まず選べる SSR は五条先生ありきですね。だからリセマラで他の SSR ガチャをキャラ引いて、で選べる、ガチャで五条先生を、引く。まあ、それが一番王道なんじゃないのかなと思います。はい。で、次、こっからですよ。リセマラランク、S ランクですね。はい。板取くん。SSR ということで、会心バフ、さらにデバフが、特徴のアタッカー、スキル2の、自己バフが非常に強力ということで、まあ、基本的にちょっと僕あんまりバフやってなかったので、まあ、今後はちょっとバフをガンガン使っていこうかなと思います。はい。で、会心バフ持ちの東堂とシナジーあり、まあそうだね、東堂を一緒に持ってないとちょっといけないっていうのがあるんだけど、で、良くも悪くも単体火力強化ということで、まあ、東堂と組み合わせるとお互いなんかいい相乗効果があるよねっていう感じね。はい。で、次、伏黒くんですね、玉剣を使いこなす術式アタッカー、必殺の玉剣付与で、各種スキルを強化可能ということで、まあ、玉剣出すのに一旦かかるんだけど、それでもまあ強いよっていう感じですね。まあ、かなり要はサポートまでいかないけど、敵を弱らせながら火力も上げる、まあ、ガマいるのかな、 SSR にも。SR ではガマいるんだけど、相手の一旦行動不能に、まあ、することができる。確実にできるわけじゃないと思うんだけどね。はい。まあ、かなり、玉剣を使いこなすと強いキャラですね。はい、伏黒くんは。そして、個人的に本当に強いなと思うのは、マキさんです。はい。マキさん。呪力ゼロで単体、そして全体攻撃を使い分ける。で、さらに、敵が、体術とか使うんだったら、それで、火力も下げると、うん、まあ個人的に強いかなと思います。まあでもその他にちょっと能力アップの仕様がないので、まあそこがまあ本当にザ戦闘型。はい。で、次ですね、こっから結構新しくなってくると思います、パンダですね。はい。まあ、パンダは他のサイトでもともとなんか結構S ランクとは言われてたんだけど、タンク役、これは結構個人的に今僕めっちゃ欲しい。パンダは単体攻撃を引きつけられるタンク役なんですよ。まあ、五条先生がいるからあれなんだけど、この後紹介するんですけど、翔子、今僕ずっとこの翔子ずっと使ってます。家入翔子を使って五条まで結構サクサクいけたって感じなんですけど、まあ、回復役なんですよ、その家入翔子がね。で、その翔子とパンダでうまくまあタンクやって、五条先生と、まあ、あと攻撃型、まあマキさんとか持ってる SSR の攻撃型で攻めていくと。で、五条先生が帰ったらサブの
攻撃型のキャラクターで、2人で攻撃、まあ、パンダも一応攻撃はできます。攻撃ももちろんできるし、強いし、かつ、タンクもできる。で、翔子が回復するっていう。その、まあ、流れができるから、パンダも、今僕が結構一番と言っていいほど欲しいキャラクターじゃないかな。うん、伏黒くんも欲しいけど、パンダだね。僕は、今、見てて思うのが。はい。で、次、ナナミンですね。まあ、ナナミンはストーリー使ってて思うんですけど、やっぱり強いね。まあ、ちょっと、火力がちょっと不足してるかなって感じはあるんだけど、まあ、やっぱり、要は、なんだろうな、その、9ターン経つと、時間外労働で、バフがかかるんですよ。9ターン。だから、これから、多分ね、どんどん、ターン数が長くなってくると思うんですよね。第5章とか、第6章、第7章だと。まあ、その時にやっぱり、ナナミンがかなり強くなってくるとは思う。はい。で、次、こちらですよ。SR。SR がついに、S ランクに入ってきました。イエリー・ショウコということで、コマンドで回復できる貴重なヒーラー。敵に、デバフも不要で、腐りにくいと。でも、火力が出しにくいから強敵向けということで、まあ、これはもう回復ですね。で、さらに、必殺技が反転術式大ということで、全体に、戦乱とか、まあ、多分レベルによって変わるんだろうけど、全体に最大 かなりの回復量をもたらす。で、回復って言っても、反転術式小で、スキル20かな。20消費で1体を、小回復。小回復って言っても中回復ぐらいかな。中回復ぐらいすることができますということで。まあこの翔子入ってからやっぱりかなりもうクエスト進めるようになったので、正直もうこれはね、五条先生に近いぐらい必須キャラだと思ってる。だから SR なんで、まあ出やすいキャラではあるんで、ぜひ、この翔子、イエリ翔子がいたら、ぜひゲットした方が、入れた方がいいと思います、メンバーには。はい。もうなんだったら、イエリ翔子が出るまでリセマラしてもいい気がする。SR なんで、まあ30連引けるでしょ。SSR1 体と翔子。これが理想。で、さらに五条先生。まあそこが入ったら、まあ相当、まあ、使いやすいんじゃない、まあかなりサクサクストーリー進めれるんじゃないのかなと思います。はい。で、一応ね、こっからは、あと A ランクになっちゃうんですけど、SSR のばらちゃん、そして SSR で言うとトゲくん、そして SSR 東堂。まあ、この3体が一応 A 判定ではあるんだけど、僕的には、S が、のばらちゃんですね。のばらちゃんと、なんだったらトゲくん。トゲくんも上だと思ってます。でも特にのばらちゃん。のばらちゃんは、もう結構コメントとか DM でいただいたりするんですけど、花見ですね。はい。花見対策で、のばらちゃんがかなり必須と。うん。まあ相当多分ね、レベルを上げれば大丈夫。今んとこ僕戦闘力が、ちょっと言わん方がいいかな、ネタバレになっちゃうから。戦闘力かなり上なんで、それで多分いけると思うんだけど、1万とか戦闘力がない状態で、1万ちょっとでのばらちゃんがいないとかなり花見で苦戦するらしいので。うん。だから、まあまだ僕ちょっと花見の性能知らない、見ないようにしてるんですよ。初見がいいから。見ないようにしてるんだけど、その花見の性能が、のばらちゃんの性能がなんか花見に対してすごいマッチするらしくて。うん、だちょっと個人的にのばらちゃんは、まあ、花見でまあ苦戦しないとか、一応、ある程度の、その戦闘力いけば、のばらちゃんなしでもいけるらしいんですけど、だからまあ、そこが、どう、ストーリーを進めていくにあたってのばらちゃんが A なのか S なのか、そこがちょっと変わってくるかなと思います。まあ、個人的に僕はのばらちゃん好きだから、引くけどね、絶対。うん。で、トゲくん。トゲくんもね、これ A 判定になってるんですけど、僕的にはまあ、SSR はまあ、東堂はちょっとね、虎杖くんと被っちゃうってのがあるから、あれなんだけど、まあ、個人的には、トゲくんも S にしてもいいんじゃないのかなと思ってる。まあ、トゲくんは結構、要はデバフ、バフですね。バフとかデバフを基本的にかける、キャラクターになってるので、ね、しかも、結構、火ダメデバフが強いんですよ。敵、まあ、要は、なんだろうな。ドラクエでいうルカニみたいな。だから、長期的になるから、1ターン目でそのデバフをかければ、その、累計ダメージで言うと相当なものになるみたいな。そんな感じですね。はい。だから、まあ、個人的にはトゲくんも欲しい。なので、先に言っておきます。今日の夕方とかお昼、15時とか16時に、トゲくんを狙ってガチャを引きます動画見てください。はい、トゲくん狙います。はい。ぜひ。で、あとは、まあ、まあ、A ランクで言うと、SR の A ランク。まあ、そこもちょっと気になると思うんですよ。やっぱり、SSR って、まあ、そんななかなか出ないから、じゃあ SR で、じゃあどうやって対応していくのってなると、まあ、そのキャラクターとの兼ね合いもありますよ。その、
なんだろうな、兼ね合いもあるんだけど、一応西宮桃が、A ランク評価になってます、 SR で、あとナナミンの SR ですね。はい、まあ、結構やっぱりね、このゲームやっぱりデバフバフそこら辺がかなり、まあ、重要になってくるので、まあ、そこら辺がかけられるキャラクターですね。うん、特にモモはあの味方全体に、まあ、4ダメージアップの優秀なんで、だから全体に、まあ、要は何だろうな、攻撃力アップをつけることができる、でさらに敵全体をスタンすることができるということで、まあ、あの妨害はすごいですよ。だからモモの西矢モモの SSR が出たらもう S か SS 行くんじゃない、ワンチャン。もしかしたら味方の防御もできて、で敵をスタンすることができる、相当強いんで、 SR だから A なんだろうなっていう感じかな。うん、であとまあナナミンもあの味方全体にバフすることができて、まああのまあバフ要因だね。はい、であのあと A で言うとヤガさんか。うん、ヤガさんも一応持ってるから、ちょっとここら辺使ってみようか。一応ね、あのモモも西宮モモもナナミンの、ナナミンの SR 持ってなかったかな、どうだったっけ、結構ガチャ引いたから SR 持ってるんで、ちょっとあの紹介していきたいと思います。そのキャラクターの SR、 全キャラの SR のあのその要はリセマラで結構強いって言われてるキャラクターの、まあちょっと紹介動画とかもやっていこうか。はい、というわけで、まああとはまあリセマラが、あとは B ランクっていう感じかな、 SR に関しては。そうね、あのまあリンドウサキちゃんとかユイキくん、ユイキカイトとかはあの一応オリジナルキャラクターになるんですけど、まだ SR ではまだ、まあ、そんな使うことはないのかなって感じだけど、まあ、今後 SSR とか出てくると思うので、まあその時にどう化けるかって感じかな。はい、まあ、基本的にはちょっと個人的にユイキくんは期待してる。結界師っていうことで、まあ回復はないにしろなんか引き付きキャラらしいんですよ、 SR 見てると。無敵が、付与可能なキャラクターとなってまして、だから SSR になると、要は大技が来る瞬間にこの無敵スキルを使えば強いっていう風になるから、多分化ける可能性があるんじゃないのかなと、はい、思います。で、まあ、基本的に、まあ、リセマラ終了の目安になるんですけど、まあ SSR、 最低 SSR1 体はまず自力で引きましょうですね、まあ、本当に最低は。で、できれば A 判定まで。まあ、S がいいよ、S がいい。S かな、S。だから、野原ちゃんはでもね、まあ、最初ストーリー進めていくにあたっては、確かに野原ちゃん、トゲくんとかは、ちょっと、まあ、東堂もなんだけど、ちょっと厳しいかなと思うので、できれば S 判定のキャラクターがいいかな。虎杖くん、伏黒くん、マキさん、パンダ、ナナミン。証拠はちょっと SR は、これは SSR と一緒に取ってほしい。あの、これが、なんだろうな。まあ、これはちょっと後で言うわ。まあ、妥協案で言うと、この5体を引いて、で、そっから、まあ、あの、選べる SSR で五条先生を引く。それが、まあ、まあ、妥協って言ったらあれだけど。で、そっから、じゃあもうちょっと上行きたいねってなったら、SSR1 体、先ほど言った5体と、家入り証拠が出るまで、引いてほしい。あのリセマラ自体簡単なんですよ、本当に簡単で、その一応洗練動画の中でも言ってるんですけど、このメニュー開いて、タイトル戻ります。で戻った後にメニュー開いて、データを消去するっていうのがあるので、消去するを押して、で その後もう一回呪術廻戦ファントムパレード開くと、チュートリアルをスキップしますかってあるので、それスキップすればもうすぐ、ガチャ引ける状態になるので、つなつな、だからまあどうだろうな、20分とか下手したら10分ぐらいでもう、なんだろう、300連ぐらい引けるんですよ。1分で30連引けるとして、はい、で結構引けるんで、だからまあできれば粘ってほしい。うん、まあ個人的にはパンダかな、パンダとまあ五条先生、あの本当に究極言うならで、家入り証拠がまあその入れてくれたらいいかなと思います。はい、まあ、というわけでこんな感じで、まあ、ぜひちょっとリセマラの参考になっていただければなと。この前はね、ちょっと、まだ全然実装されてなくて、ストーリー的にもね、どんな感じかちょっと分かんなかったので、はい。あ、ちなみに、ジョーゴと花見は S ランクみたいです。まあ、ちょっと、ごちょ先生が強すぎてさ、SS の壁が高すぎるのよ。まあ、でもちょっと、ジョーゴと花見はぜひ、ちょっとゲットしたいので、
今裏でちょっとゲットするために頑張ってます。はい、なのでまた入手したら、ジョーゴと花見の、紹介とかもしていきたいなと思いますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。はい、というわけでじゃあ今回は、まあ、最新版の、リセマラランキングというものをちょっと紹介させていただきました。でまあ妥協とかね、まあどこら辺までが妥協ラインなのかとかもちょっとよかったら参考にしていただければなと思います。はい、でこの後ですね、またちょっとファントムパレードになるんですけど、ちょっと今ストーリーがっつり進めたすぎてもどんどんファンパレやってるので、ちょっと動画今日めっちゃ多くなります、ごめんなさい。あと下手したら2本ぐらい出る、クエスト進めながらやってるんで、ちょっとねクエストが前後しちゃうことがあって、ちょっとなるべく早めに出したいんですよ、一気に。はい、なのでちょっと連発になると思いますが、よろしくお願いします。ちなみに、50分ぐらいの動画もあります、よろしくお願いします。はい、ストーリー一気にやったので、というわけで、じゃあ今回このあたりで終わりたいと思います。この後ですね、イタドリくんじゃないわトゲくん狙ってガシャ引きますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。ちょっと前後してますけどね、ごめんなさい、プレイヤーランクとかちょっとおかしくなってると思うんだけど。はい、というわけでじゃあ皆さんお疲れ様です、バイバイ。